かなめもは、岩見翔子による日本の4コマ漫画作品。月刊誌、漫画タイムキララマックスにて2007年6月号から2013年12月号にかけて連載された。同市2009年3月号で、同市連載作品を呼び、岩見作品にとって初となるアニメ化が発表され、同年7月から9月にかけて、テレビ、東京系列にて放送された。 姉妹誌の漫画タイムキララや漫画タイムキララ、キャラットにゲスト掲載や短期集中連載もされている。身寄りをなくした少女、中町かなは、ひょんなことから新聞専売所に住み込みで働くことになった。しかし、何も知らないかなを待っていたのは、とんでもなく個性的で緩い同居人たち。同居人や友人とドタバタな生活を繰り広げながらも、 彼女たちと協力し合うカナは毎日仕事して学校に通ってといろいろありながらに頑張るのであった。配達員が女性のみで構成される新聞選売所。購読者はあまり多くない。カナと代理を除き全員が新聞小学生。2009年7月から9月までテレビ東京系列にて放送された。アニメオリジナルの話が多い。 スター・チャイルド公式サイト内にて、早寝早起き。金目もラジオとして、2009年7月4日から10月24日まで配信されていたインターネットラジオ番組、全8回。パーソナリティは、豊崎愛生と北村恵里。作品が、新聞専売所や、新聞配達員たちを扱っていることから、更新は、各週土曜日朝5時に行われていた。そのため、 挨拶は主におはようやおはようございますが使用される。また番組独自の金目も任務という挨拶がある。ありがとうございます。